こんにちはイナンです今日は僕の新刊「究極のリアル英語日記」のご案内でございますこちら「えー、究極」なんですけども何が究極かっていうとまあ今までリアル英語日記あんまりないんじゃないかなと思っていても、まあ、あったとしてもこっちの方がすごいから「究極」っていう名前を付けさせていただきました、はいでまあ、もっとね変なしょぼい本とかでも結構「究極」っていう単語を使ってるから、まあ、そういうねしょぼい本と比べたら、まあ、すっごいいいから まあ、究極使わせていただいても、まあ、特に問題ないんじゃないかなと思いますけどもどうでしょうかね。はい。でえ、今回ですね、どんな内容かっていうと13人のネイティブが英語日記を提供してくれました。まあ、そのうちの1人僕なんですけど、えー。なので13人のリアルな日常生活のリアルな日記をお読みいただけるわけですね。はい。で、どういう構成になってるかっていうと1人7日分ご提供いただきました。で、こんな感じ、まあ、サイモンですね、松本在住のイギリス人。 えー、なぜイギリスには松本に住んでるのか。ちょっとね、松本に行ったことがない方、すごく不思議だと思うんですよ。え、松本みたいな。はい、なんですけど、松本結構いいとこなんですね。はい。なので、えー、住んでるんですよ。で、こんな感じで、dear diary。で、えー、こう日記がありますね。ブーンと日記があって、で、僕が、 えーまあ、僕のちょっとした日本語訳、まあ、まあそういうとこどうでもいいか一応日本語訳僕どうかどうでもいいですよ、ね、日本語訳で僕がした解説になりますこっちにちょっとこの表現とかをね、えー、ちょっと色付けしてそれをこっちで紹介してますよあん紹介説明してますよって感じでこっちに載っけてますこんな感じです写真とかもあったりしますはいで、えー、といろんな人がいます、えー、例えばですね、えー、西脇市かな西脇かなっていうすっごいなんかあのびっくりする、ね、田舎の町 まあ僕行ったことないんですけどね。あの、行けない行けない。遠い。遠くて行けない。<laughs> があるんですけども、えー、そこ人の、あの、ちょっと見えないな。えっ、ー、と、翔先生ですね。っていう先生に書いてもらっている、まあ、ウィップルウ先生なんで、ハーフですね。アメリカと日本からハーフの先生に書いてもらったり、あとは、あの、ハパイ会の、ハパイ英会話のン先生にいろいろご紹介いただいた先生たち5人とかいます。で、皆さんね、面白いんです日記が面白いんですよ。日本大好きな人とかいて、もう日本愛。 を語るわけでですね超面白いなので、えー、もう本当に、ね、もう全部読んであげたい今ここで読んであげたいぐらい面白いんですよ本当面白いんでぜひ買ってくださいもういいですよ僕なんか僕の日記とかもう当飛ばしてもらって全然構わ,わないです僕の日記が、えー、この、えー、13人の中で下が2番目につまらないです下か下が2番目そう,そうそう。僕もう一人で僕たちょっとつまんない人いるんですけどま,まであ,のまあでもつまんないっていうか、ね、その人基本が真面目なんですよ真面目で そんなに面白い感じじゃないけど真面目すぎて逆に面白かったりするんですねそこ違うでしょみたいな感じですっごい面白いんですよ2箇所ぐらいも爆笑しました僕あの,の表現解説書きながら、えーま、彼の日記読んでねすっごい笑ってしまったんで、えー、ぜひぜひ、えー、読んでいただければと思いますでえっ、ー、とあと今回僕の,あの大阪にいる、えー、これまた英語関係の先生なんですけども彼の、えー、なんですか息のかかった先生たち5人もご紹介頂い,いてその5人の 日記も載ってますしで、その5人は基本は日本にいるのかな。で、あとのその、えっ、ー、と、淳先生に紹介してもらった5人は、えっ、ー、と、た海外散らばってるんですね。だからすごい面白いんですよ。はい。なので、大変おすすめでございます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、音声も一応ついてます。先生たち自分で含んだ音声なんで、まあ、すごい、あの、綺麗な音声もあるし、いや、もうちょっとどうちかしてくれますかみたいな音声もあるんで、まあ、それすそれでいい練習になるんですよ。け結構、皆さんって、 の YouTube の自分の好きな俳優の YouTube の,の動画とかインタビューとか聞けるようになりたいんですよって言うんですけどああいうのってあんまり音声良くないんですよ実は良くないのが多いからそういうのに慣れておかないといけないんですよでもすっごい綺麗な加工された英語表現あ、えー、と加工されたそうです英語表現とかの音声ばっかり聞いてるからすっごい滑舌よくちゃんと話してもらう英語しか聞こえなくなってるんですよ でここに収録されてるのはみんなもうあの別にプロのナレーターとか何でもなくて適当に自分でまあ普通にただ吹き込んだだけだからあのまあ早かったりあの分かりづらかったりすることもあるかもしれないですどもっちゃったりとかしてなので、えー、とそういう意味ではそのリアルな英語に触れる機会もう本当に数少ない機会だしそういうものに触れていかないとやっぱり英語ってそのリアルな英語って聞き取るようにならないので、えー、そういうものに、えー、触れていただければなと思って一応そういう構成にしました。 あと何かあったっけな。まあ、そんなもんですね。はい。で、で、この本、あの、一応前回僕出した英語日記の本で、えー、サインツアーしますって言って、ちょっと行けないところがあったんですね。いくつかあったんで、え行、ー、く行く作業してしまったんで、今回福岡からまずは、えーと、回りたいと思いますんで、えー、この動画の、なんかコメント欄のとこに、ちょっと書いといてもらっていいですかね。どこ来てほしいか。一応福岡は行きます。他決めてません。なので、えー、ここ来てくださいっていうところで、ただ、あの、アクセス悪い、西脇市とかやめてくださいね。あのー、ちょっとアクセス悪いんで、 無理なんで、えーまあ、物理的に無理なんですよね。そうなので、えーとーまあ、そんなに行きづらくないところ、できれば新幹線が止まるとか、飛行機が止まるとか、なんかそんな感じのところで、えー、を指定していただけると嬉しいです。で、多かった順から行きます。マジで多かった順から行きます。なので、えー、でやめてほしいのが、あのー、なんか、なんですか、なんていうかそういうの、なんか適当にやるやつ。あのー、別に行きないんだけど、えー、じゃあ、なんとか県の、なんとか市とかで適当にほ自分来ないくせに、なんか。 何,何個もアカウント作って書くみたいな、はい、そ,うそこ行ってあの誰も来ないっていう状況になってしまうんで恥ずかしいというか,なか悲しいんでおやめください、はい、ということでアマゾンで売ってます本屋さんよく分かんないですねあの本屋さんってねなんかこう骨がある,のあるところの本しか売らないんですよだからあのねまあいい本屋さんもあるんですちゃんとしてる本屋さんもあるんだけどなんかその取り次ぎ店となんか契約はないところのやつを売らないみたいな,なんかよく分かんない いま、えー、だに、えー、18世紀のなんかシステムそのままなんか移行してますみたいなところがたくさんあるんで、まあ、よくわかんないけど、Amazon で確実に買えるんで、ぜひご購入ください。よろしくお願いします。Okay, so thank you very much for watching and I'll see you at the sign tour or whatever. Bye!